あ、でも加速が早いと思いますね。体重が重いんで。あ、だどうやって止まるのかっていうのを教わっていきたいです、はい、結構ね、はい、水泳もできなくて、あのプールとか行くとなんか泳げないんですよ。そうすると息子がちょっと寂しそうな顔して。そうですね、水の中では浮かぶことだけできるんですけど息継ぎができない。息継ぎができないんで、まあ、だからスキーで言えばやっぱりあの止まること、まず教わってから滑りたいなと思って、はい、滑ってからじゃあ止まれないんで。そうだね、はい、うん、ごめんね、うーちゃん不思議な人でしょ。始まるウィンターワールド、真冬のパラダイス、見上げればほら、スキーの楽しさ全部ある。子供リフト券無料はプリンススノーリゾートプリンスホテル。まさか吉本興業に入って社員さんになるとは僕らも思わなかったですけど。ね、でもすごい今なんか毎日忙しくてすごい生き生きしてて、すがすがしくなんか毎日生きてるってよかったんじゃないかなと思いますけどね。でも忙しくて、いい具合にすれ違ってますね、最近。なんかやっぱり野球って何時から試合って分かるじゃないですか、はい、で何時練習、何時試合、何時帰ってって分かるけど、今なんか仕事によっては早かったり遅かったりとか、なんかすごいなんかこうよくわかんないリズムなんで、それが今ちょっと戸惑ってますけど、まあでもなんか、はい、あのやりがいとしてはまあまあのやりがいがあるんで。まあまあ